今日のお話はネズミの相撲。昔、大層貧乏なおじいさんとおばあさんがいました。ある日、おじいさんが山へ芝刈りに行くと、電火所電火所という声が聞こえてきました。はて、誰かいるのかな？不思議に思って声のする方へ行ってみたら、山の空き地でネズミが2匹相撲を取っていました。よく見ると痩せてひょろひょろしたのがおじいさんとこのネズミで、太ってコロコロしたのが長者さんのとこのネズミでした。長者さんとこのネズミは強くて、おじいさんとこのネズミが思いっきりぶつかってもすってんころりん。あんまりよく負けるので、おじいさんは自分のとこのネズミがかわいそうになりました。そこでおばあさんに訳を話して、お餅を食べさせることにしました。二人は大切なお米でお餅をつき、ネズミの住んでいる戸棚の中へ入れておきました。次の日、おじいさんが山へ出かけると、電火所電火所と元気な声がします。急いで山の空き地へ行ってみたら、2匹のネズミが相撲を取っていました。ところが、おじいさんとこのネズミがすっかり強くなっていて、なかなか勝負がつきません。そのうちに長者さんとこのネズミを、えいと投げ飛ばしてしまいました。たまげたたまげた、どうしてそんなに強くなった？長者さんとこのネズミが言いました。そりゃあおじいさんとおばあさんにお餅を食べさせてもらったからだよ。おじいさんとこのネズミが胸を張って言いました。なるほど、そのお餅おいらにも食べさせておくれよ。うん、でも貧乏だからなかなかお餅がつけない。お前がお金を運んでくれるなら食べさせてあげてもいいよ。おじいさんはこの話を聞くと、その晩2匹分のお餅をついて戸棚の中へ入れておきました。それからおばあさんも赤い布で小さいふんどしを2本作って一緒に入れておきました。朝、戸棚を開けると、お餅とふんどしの代わりに小判が置いてありました。おじいさんもおばあさんも大喜びで山の空き地へ行くと、赤いふんどしを締めたネズミが2匹、元気に相撲を取っていました。電火所電火所、どっちも強くてなかなか勝負がつきません。その格好があんまりおかしいので、二人とも腹を抱えて笑いました。それからも長者さんとこのネズミが小判を持ってきてくれるので、二人はとても幸せに暮らしました。今日のお話はこれでおしまい。